CC by っていう表示っていうんで、あの今回必ずこれは入ってくる、あのこの条件は入ってくると思いますけれども、どういうものかというと、ちゃんとあの楽曲の、URL とか素材の作者ですねとか、作品名があれば作品名、あと URL とかを表示してくださいねっていう、クレジットしてちゃんとしてくださいねっていう条件です。はい、じゃあ皆さん6時までになります。会議制作を始めてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、クリエイティブコモンズライセンスでついたものが検索機能までついてるプラットフォームもあるんで、サウンドクラウドついてますよね。ついてますね。あれ、そうなんだ。どう探していいかまあ分からなかったっていうか、その狙っていけなかったんで、その自分の好きな音源とか音源というか音の素材とかはなかなか思ってるのとその広いっていうか広いなと思って自分が思ってるのと全然出ないなっていう。何で検索しようかなみたいな結構難しくて、なんだろうな、結構普段はシャッフルでたまたまその流れてきた曲からたまたま見つけたいい部分を、ボンボン持ってくっていうスタイルなんですけど、割と偶然なんですけど、検索ってこう自主的になんか言葉を指定して検索しなきゃいけないので、どうしようっていうところ結構ありましたね。高校3年の、冬ぐらいにたまたま買ったの音楽を作れるソフトみたいな音楽ゲームソフトがあって、それを買って、でまだなんとなくちょっとやってたらなんか俺でもできるそうだなっていうのからちょっと入ったっていう。そこからその後こうサンプラー買ってきて、でちょっと自分でビートメイクを始めたっていう。高校の時に軽音楽部みたいなサークルみたいなの入って、結構テクノみたいな変なノイズみたいなのを作ろうとしてたんですけど、誰も興味がなくて、当時話がわからないというか、全然シェアできるものが一切なくて、で一人で始めたっていうのが最初ですね。最初カセットテープみたいなのにギターで録音とかしてて、でなんかたまたまネット探してたらそのアシットっていうソフトがあるみたいなの分かって、で買って、それでまあマイクとかで、でなんかそっから他のソフト、まあ、FL とか買って、まあ、プロツールスとか触って、まあ、今エイブルトン使ってるみたいな感じです。最初はガレージバンドが最初というか、ガレージバンドしか使ったことはないですけど、最初は打ち込みでサンプルなしで全部やっていて、その時は何ですか、ピコピコした感じのなんか任天堂コアみたいなやつを作ってたりはしました。気鋭の、まあ、クリエイターというかビートメーカーたちがこう横並びに黙々と作業している姿がまず面白いっていうか、もうそれがもうそれが面白いですね。まず楽しかったですね。なんかああやっていろんな人と並んでやったことないし、隣で食品さん、食松さんがもうなんかすごいわけのわからんサンプルとかの話してるんで、なんかこうなんだこれみたいな。全然できへん。え？全然できへん。まあな、こういう感じやもんな。難しい。難しいな。結構ダラダラやるんでね。ブラスト2時間ほんまにちゃんとやる。モードが入らへんと。いつモード入るかわからんもんな。むしろ探すのが大変ですからね、ほんまに。クリエイティブコモンズ素材を今日、なんていうかな、ディグするところから、掘るところからやってもらってるんですけど、例えば楽器ごとのパラデータになってないとか、なんかそういうところも、あとは、なんていうか、MP3 とかで、こう、バイナリーのデータじゃないとか、まあ、そういうところとか、こう、どう料理してるのかなとかも気になるし。めっちゃポッ、いいっすね。でもこれしか方法がなかった。いい感じっすね。これはどんな感じで料理してるんですか？これはもう伸ばして、リバーブで、リバーブとかもかけられないんですよ、ね、ガレージバンドでやっていて、普段からガレージバンドで使ってない、もしか使わない人なんだ、はい、すげえ。
割とこう自由に、まあ、その使えるというかっていうものなので、なんかそれ生かしてなんかこうなんかね、こうちょっと今まで自分がやってなかったようなことをちょっとやってみたいなっていう、ちょっと試してみたいなっていうのは、はい、思いました。サンクラのこうダウンロードボタンを作ってないってことなんですよね、はい、だからサンプリングはなんていうのかな、抜き出すはできるけど、じゃあ全然、うん、じゃあ抜き出す。クリエイティブコモンズがこううまくこう音楽を作る時にですね、その創作の連環がうまく作っていけるのかとか、色付けがない感じの音なので、素材的には全然もう使いやすい。ただいつも自分の素材結構あのむちゃくちゃ加工しちゃう方で、なので、まあ、せっかくだからちょっと今回作ったやつは多少こうなんですかね、こうちょっと素材をちょっと生かしつつじゃないですけどね、なんかそんなイメージも一応あのちょっと思いながら、実験的というか結構みんななんか思い思いに作ってるから、クオリティもそんな高くないですけど、変な音が入ってたり好き勝手やってるなみたいなものが上がってる印象でした。これはちなみに素材はどういうものを使ってるんですか？加工してる。お、ピコピコ。元々はなんか、そんな変わってないかな。じゃあ6時になりましたので終了です。お疲れ様です。これまあオフカットとかもしれないし、なんかそういうちょっとアウトの素材とか使うときってこう隠しがちっていうか、あんまりちょっとわからなくしたりとかすると思うんですけど、まあ、そういうの気にしなくていいっていうのはなんかむしろなんか幅が広がるんじゃないかなっていう気はしました。加工せずになんか素材のままバンっていくみたいなやつとかは、なんかこのライセンスの曲とか使うと多分すごいやりやすい。まあそれを人の素材を使って全然違うものにして自分っぽくする、自分のサウンドにするっていうのが、まあある意味得意というかだったから別に心配はなくて、でちょっとそのクリエイティブコモンズの縛りみたいなのがあるっていうのは逆に面白いかなって思って、足りない部分はどうしてもなんかそのあのなんですかね、素材っぽくあのドラムのキックならキックだけアップしてるなんか素材のアカウントみたいなところにちょっと頼っちゃったりもして、普段そういうのって全然使わないですよね。サンプルキットみたいなことなくて使わなくて、あくまで曲の中にある音だけでやってるので、ここはちょっと初めてこれだけ使ったなって。